皆様ご視聴ありがとうございます。本日はこちらナショナルチームセレクションということで、今回はベルギーとフランスとイタリアが来ているわけなんですけれども、私ベルギー代表の大ファンでございまして、こちらを早速ね3回引いていこうかなと思うんですけれども、狙うはやはりクルトワですね。マジで高身長のゴールキーパーが欲しいということで、まあイタリアのねドンナルンマもいいんですけど、僕はねクルトワが欲しいかなと思います。まああとは一番大好きなねデブライネ選手だったりとか、メルテンスはねずっと欲しいって言ってるんですけど、なかなか当たんないんですよね。サブアカでは持ってるんですけど、ということでね、まあアザールもいいですし、もうほんとみんないいんですよね。ということでね、早速3回引いていこうと思います。さあ行きましょう。頼むよ、まずはゴールキーパーよ、頼むよ、来い。あ、こんな感じな国代表、僕初めて引くんですよ。ちょっと最近忙しくてできてないんですけれども、まあ背番号ないんだ。そう、最近ねちょっとねできてないんですよ、ウィーレアプリが。さあ続いていきましょう。頼むよ、マジで来るちゃん来て、来るとは頼むよ、来い。うわー、マジでコン、どうしたら来る。いやーマジか。ちょっとね僕的にはメルテンス、クルトワで終わりの予定だったんですけれども、さあラスト頼む、マジでクルトワ来て、もしくはメルテンス、どっちでもいいからマジで来て、頼む、来い、来たー、クルトワありがとうございます。やっと来たよ、念願の高身長ゴールキーパークルトワ選手。はい、ありがとうございます。ちょっとねこれはもう早速使ってスカットに組み込んでいきたいと思います。ということでね、久しぶりの動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。